重症熱性結晶板減少症候群は重症熱性結晶板減少症候群ウイルスによる感染症である。マダニが媒介し、日本では2013年に最初の患者が報告された。その後も感染の報告が相次いで発表されたため、同年3月4日に重症熱性結晶板減少症候群が 感染症法上の4類感染症に指定され、医師による診断時届けで等の対象となった。クリミアコンゴ出血熱と並ぶダニが媒介するウイルス性出血熱の一つ。治療は対象療法のみで有効な治療薬やワクチンはない。主として重症熱性血小板減少症候群ウイルスを保有するマダニが人を思考することによって感染する。 潜伏期間は6から14日と見られている。初めての症例が報告された中国では、二たとげチマダに、大島ダニからウイルスが分離されており、人間だけでなく、ダニに噛まれることの多い哺乳動物の感染が確認されている。2017年10月には、日本の徳島県で飼い犬から人間に感染する事例が確認され、世界で、 初めてのペットから人への感染例として報告された。主な症状は、発熱や消化器症状、神経症状、リンパ節主張、皮下出血など。致死率は10から30%程度とされるが、軽症患者が診断されていない可能性があり、中国の死亡率と同等とするならば、日本国内での患者数は年間100名程度と推定されている。 2020年1月、日本の国立感染症研究所は、SFTS 患者体内で SFTSV が標的とする細胞を同定した。SFTSV は、リンパ節、脾臓、骨髄などで、主に、抗体酸性細胞である、形質が急に分化しつつある B 細胞に感染し、血管に入り全身臓器に拡散する。さらに、 人形質が球と似た特徴を持つ培養細胞株の PBL-1 細胞を用いて体内で起こるウイルス感染を試験管内で再現が可能な SFTSV 感染の実験系の開発にも成功した。血中の SFTS ウイルス遺伝子の検出や抗体の上昇。流行が確認されている国は日本、中国、韓国である。 2016年4月27日までに SFTS の届出があった。府県2016年2月24日時点で170名以上の感染例が報告されているが、当初に作成された疑い患者要件を満たしていない。継承例が見逃されている。可能性が指摘されている。2013年1月に報告された最初の患者は2012年秋に発症した50代の 女性で原因不明のまま死亡した。後に保存検体の検査により SFTSV のゲノムとウイルス抗原が確認され、重症熱性血晶板減少症候群と確定した。この事例をもとに厚生労働省は疑い患者要件を公表して全国に情報提供を求めた。38度以上の発熱消化器症状血晶板。 減少白血球減少血清酵素他の感染症によることまたは他の病院が明らかな場合は除く集中治療を要するもしくは要したまたは死亡したもの情報提供により山口県における海外渡航歴のない成人男性と2012年秋の宮崎県における海外渡航歴と近年の国内旅行歴のない成人男性でいずれも 報告時点では死亡している。さらに、その後の調査では、確認可能な最も古い患者は2005年であることと、死亡した患者の血液から発見された SFTS ウイルスの延期配列は中国で、発見されたものとはわずかに異なっていることが明らかとなり、中国での確認以前から日本国内に存在していたことが証明された。また、厚生労働省は、 死亡例が相次いだのは感染源が特定されたためであり、急に流行しているわけではないとしている。その後もウイルス感染の報告が相次ぎ、2013年の春から秋にかけて、高齢者を中心に、西日本の13県53人の感染を確認、うち21人の死亡が報告されている。現時点では前述の通り西日本において感染者が出ているが、 2014年2月に公表された厚生労働省研究班の調査結果によると、北海道や東北、関東に生息するマダニからも SFTS ウイルスが検出されており、病原体は全国的に分布していることが明らかとなった。令和元年5月には関東地方で初の感染者が確認された。2006年11月以降、 最初に確認された中国安気症以外にも中国の11行政区で数百人以上の感染者が報告されている。2013年2月には韓国の保健福祉部疾病管理本部がダニを調査した結果、同国内全域に生息している二チ島ダニから SFTS ウイルスが確認されたことを明らかにしており、同年5月以降、 同国のチェジュ道や軽症北道で感染による死亡者が出ている。また、米国ミズーリ州でも SFTS ウイルスに似たウイルスによる重症熱性血晶板減少症候群様の患者が報告されている。中国国内において SFTS ウイルスが患者から分離された症2006年11月に暗記症で発見され2007年頃から拡大して 中国河南省南部信用死傷条件を中心に流行。発熱を伴う血小板減少という特別な病状を示して、おりこれはアナプラズマ症例の特徴であるが、人ト流級アナプラズマ症の証拠が見つけられない場合もあった。発見後の2008年始め頃には治療と診断のガイドラインも出て、広範囲で疫学調査が開始されたが、 原因不明ということで流行は公表されなかった。しかし、2010年9月8日には、新聞のスクープがきっかけとなり公表されるに至った。同年8月に行われた調査結果によれば、河南省で557人が感染し18人が死亡、山東省で182人が感染し13人が死亡、チャンスのショートで4人が死亡し、 合計35人以上が死亡するなど31の一級行政区中12の地域に広がっているとされる。山東省では歯がエの監視を2008年5月に開始しており、一方の分野ウイルスに対する監視は、河南省と湖北省が2009年5月に開始している。また、河南省が信用しに、 専門家を派遣したのは2010年4月初旬のことで中国衛生部が河南省に専門家を派遣したのは同年9月12日のことである。中国では一連の症例に対して発熱を伴う結小板減少症候群という仮の名称を付けている。ありがとうございます。